11月の13日にストックの苗を植えました。今日は12月の27日です。約1ヶ月半経ちまして、ストックの、成長具合を見てみたいと思います。つい 4,5 日前まではですね、雪が 2,30 センチ降ってたんですけれど、昨日一昨日のですね、天気が良くてですね、雪も消えてしまいました。ちょうどですね、この合間にですね、ストックの成長具合を見てみたいと思います。だいぶ成長していますね。草丈はですね、だいたい 5,6 センチぐらいになっています。前回の小さい時から見るとだいぶ成長しています。苗はですね、ほとんどの苗が大きくなっていますけれど、最後の苗ですね、これはちょっと小さいですね。植えた時もだいぶ小さかったんですけれど、ただほとんど順調に成長しています。苗の周りにですね、草が生えてますので、それを取ってですね、液肥をですね、与えたいと思います。一応周りの草を取ります。今回使用する液肥はですね、花酵母です。これをですね、1000倍に薄めて、与えたいと思います。このジョウロはですね、8リットルの水が入ります。これで、1000倍ということはですね、8ミリリットルですね。この原液を入れていきたいと思います。このキャップにですね、1杯が20ミリリットルです。この半分ぐらいをですね、今入れました。それでは、苗にですね、液肥を与えたいと思います。今日は天気が良かったんですけれど、また 2,3 日するとですね、雪が降るということで、今度またいつビニールをですね、はぐることができるかどうか分かりませんので、今のうちにですね、一度液肥を与えておきたいと思います。液肥を与え終えましたのでですね、また元通りビニールをかけたいと思います。はい、一応作業が終わりました。これでですね、またしばらくですね、成長を見ていきたいと思います。